次に三藤明子さんの質疑を行いますはい三藤さん自由民主党無所属の会の三藤明子でございます今日はいろんな角度からあ各大臣にお伺いしたいと思いますまず経済政策についてお伺いしたいと思いますいわゆる安倍政権のアベノミックスは 今のところ非常に好調でございます株価はリーマンショック後の最高値を更新しており、国内企業を苦しめていた極端な円高も是正されました世界からの評価も高い、ただ一部には将来的な国債下落による名目金利の上昇を危ぶむ声もあるようですけれども、この点と今後の不安材料は総理、ないんでしょうか。 安倍内閣総理大臣安倍政権で行っている経済、財政、まあ、金融政策でありますが、まあ、三本の矢を集中的に追込んでいるく政策であります。まず、大胆な金融緩和を行う、そして機動的な財政政策を進めていくと同時に、成長戦略を行ってまいります。まずデフレから脱却をするために日本銀行と2の 物価安定目標を取り決めたわけでございますえその方向に向かって、大胆な金融緩和も含め、日本銀行においてですね、責任を持って、大体2年を目途に、この2%の物価安定目標に向かってですね、政策を進めていくことになるわけでございます。まず同時にですね、われわれは財政政策を進めていくことによって、需要をつくり、そしてまた地域によって、地域の生産性、 成長力をです、ね、高めるための基盤整備の投資を行っていくことになるわけでありまして、まあ、一部の大都市だけに、この成長の恩恵が偏ることのないように進めてまいります。そしてなるべく早く、こうした明るい兆しがです、ね、感じることができるように、 この時期を短縮をしていくということになるわけでありまして、えー、まあその懸念すべき点としては、えー、まあ物価が上がっていく中で収入がなかなか上がっていかないという点でございますが、まさにその点をです、ね、考慮しながら、この機動的な財政政策を進めていく必要があるだろうと,と同時に、当然ですね、えー、まあいつまでもこの思い切った 財政政策を進めていいくわけにはいけません、まあ、そこで、えー、成長戦略を進めていくことによって、えー、安定的な成長軌道に乗せていかなければならないと、まあ、つまりさまざまな、えー、懸念材料を頭に入れながら、それに対応する政策も中に、えー、当然入れていくということでございます山東昭子さん、つい先週、安倍総理は成長戦略の一環として、 女性の活躍の場を広げるという方針を打ち出され、育児休暇も3年間と、子育て支援に取り組む姿勢は非常に楽しい限りでございます、まあ。ぜひそれに加えて、介護の支援にも力を注いでいただきたいと思います、まあ。育児同様、介護も担い手の大半は女性で、みんな疲れております。介護との両立ができずに せっかくキャリアを積んだ仕事を辞めざるを得ないケースも多々ございます。女性役員をとおっしゃるなら、ぜひ介護の支援も手厚くしていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい厚生労働大臣、田村典さ君。えー、段階の世代が 75歳を超えてくる、まあ、2025年に向かいましてです、ね、本当に介護の問題、大きな課題になってきております、えー、現在です、ね、24時間型の、えーまあ、あ随時対応型、また定期循環型のです、ね、こういう介護サービス、これをスタートをさせました、それから住まいという意味では、まあ、特別養護老人ホームもそうなんですけれども、あ高齢者向けのです、ね、サービス住宅、こういうものを 国土交通省と協力をしながら、これを今、進めてまいってきております。また、さらにあの、配色でありますとか見守り、こういうものもです、ね、地域の NPO でありますとか、いろんな方々と協力しながらです、ね、今、介護保険等々もあるわけでありますけれども、それのみならず、そういう形で,です、ね、しっかりと倒していこう、何よりもその認知症の皆様方がこれたくさん増えてきておりますから、これ介護される方々からしますと、やはり認知症の介護というのは大変でございますので、こういう認知症に対して、 してもですね、しっかりとした、あ、まあ、対応するような形で。今、順次、政策を進めさせていただいている最中でございます。山東明子さん。総理は。内閣で。稲田。森の両大臣。そして、党でも。高市野田両議員の。幹部登用を。大変嬉しく思っております。えー、そうした時に。先日亡くなられた。サッチャー首相と。お会いして、懇談をした時のことを。 思い出しております彼女は「ミスさんと私は女だから」とか「女でなければ」という言葉は嫌いですあなたが必要だからと言われてこのポストについたと言われて大変共鳴をいたしましたまあ,あ今まで、えー、日本の働く女性の中ではやはり女性だから このくらいのミスは甘く、何とか多めに見てもらいたいとか、あるいは泣いてしまえば許されるんではないか、そういうような女性も中にはいたようでございます、しかし、これからは女性だからという甘いは捨てて、やはりプロとしてお金をもらっている以上、きちんと働けば昇進の道も開けると思います。総理が 女性役員をというようなことをおっしゃいましたので、どうぞ一つ、えー、その理想ではなくて、形になるように、えー、バックアップをしていただきたいと思いますけれども、あそのための決意をお聞かせ願いたいと存じます、はい、内閣総理大臣、安倍晋三君。党において、高市早苗政調会長、そして、えー、野田聖子総務会長。 を指名したのはですね、これは女性だからということではなくて、まさに能力があるからお願いをしたわけであります。まあ結果として、当要約のうち、まあ二人は女性ということになりました。内閣においてもまあそうですし、えー、事実今の状況においてですね、えー、女性だからと言って許される状況では全く事実ないわけでございまして、えー、今日この委員会においてもですね、多くのお我々の安倍内閣の。 政務官の女性がこの場で答弁をしたのでございますが、見事に私は答弁をしたんだろうと、このように思うところでございます。いずれにせよ、いわば社会政策というよりも、安倍政権においては、成長戦略としてです、ね、この女性という大きな資源がです、ね、まさに生かされていくことが、日本の未来、そこにかかっていると、このように考えております。<上>三藤さん 内閣官房参与の浜田光一教授は、来年予定されている消費税増税が、この景気回復を妨げ,ることになる妨げることがあってはならないと言っておられますけれども、消費税増税を1年先送りすることも選択肢だと、こういう意見を9日に。 インタビューに答えて述べておられるようでございますけれども、この意見について、総理はどのようにお考えでございましょうかはい財務大臣、麻生太郎君あの。ご存じのように、これは社会保障といわゆる立体改革等々、いろいろな前提条件がついておりますのは、ご存じのとおりですが、少なくとも、 税制の抜本改革法で来年の4月に引き上げるということに決められておりますただしその時三党合意の中にありましても今年の秋まあ、10月ぐらいに税制抜本改革法不足第18条に則っ,って来年4月やるべきか否かを決めるということにしておりますので少なくともその段階で 今の景気の上昇が続き給与も上がる配当も増える等々いろんな意味で経済指標が公共事業に限らずいわゆる企業の設備投資などなどいろいろな指標がございましょうけれどもそういったものを含めて上昇という形になってこれならという情勢になったまた我々としてはそういうものにせねばならぬと。 思っていろいろな予算やら何やらを編成したわけですけれどもそういったものをした上で判断をさせていただきますけれども基本としては上げられる情勢にいたしたいと私どもとしてはそのように考えて取り組んでおりますはい三藤明子さん麻生大臣はお若いときから経営者として経営に携わってこられたわけでございますからその景気回復ということはもちろん 経営者としてそしてまたご自身がやはり、えー、夜の巷まで、えー、きちんといろんな形で景気回復に、えー、いろんな形で、えー、お金を落としてこられたその学識経験者でもあられるわけなんでそのご自身の勘というもの、えー、今のムードというものはこれはいけるぞとこれは相当あ景気がよくなるぞというような勘は今どのようなお持ちでございましょうか。そう財務大臣 夜に限らず昼も頑張っておりますけれどもあのいずれにいたしましても佐藤先生今の段階でまだ言うのは早すぎると思っております少なくとも数字とか雰囲気は確かにこの内閣ができましてからゴロッと変わったそれははっきりしております前の内閣に比べた今度の内閣はよかろうという期待感だけでこれだけ来たんですからまだ何にもしてない段階から株は上がり全く何もしてない段階から上がったんですよ これは驚くべきことだと思ってよほど前,前の人と比較された場合比較されたらいい,いいように思われたんだろうかなと私どもとしては少々驚くほどの数字が出ました正直1月2月はびっくりしましたそれが現実問題として今予算が今度通ることになりますとその通った段階で実質問題としていろいろな仕事が出てくるそれが実需 実物経済実需というのにつながってきた段階からそれが多分5月以降になろうと思いますがそういったものが形として出てきて給料も上がったといって気分だけじゃなくて何となく気持ちだけじゃなくて本当におお給料上がったな売れるたなという実体経済を感じるというところまで来ないとまだ今の段階で安易に「もう大丈夫です」と申し上げられるような状況にはないと私どもはそう思っております。 はい三藤子さん委員長、えー、続きましてあの、税制改正で中小企業の交際費課税の特例が800万円に拡充されたことは、大変みんなあ喜んでいます、えー。景気回復には大変役立つと思いますけれども、政府としてどの程度の効果があると見込んでおられるんでしょうか。はい財務大臣麻生太郎君 あのう、二十五年度の税制改正で、ご存知のように、今まで、今までは。六百万円までの公債支出の九十パーセントを損金算入できる。と決められておりましたものを。今回の改正案では。八百万円までの公債支出の全額を損金算入できると、いうように改めさせていただいております。まだ、あの法律が施行される前から。もう前取りしたような景気の良さが巷に。 あの伝わっておりますけどもまだ税制改正になってないんですよということを何か所かで申し上げた記憶がありますけれどもあのそういった気分的なものに影響を与えた方も間違いない事実だと思います現実問題として平年度ベースで350億円減収になると私どものところで計算しておりますがそれはその分だけ中小企業に350億円が残ると。 いう形になりますがそれ以上にいろいろなそれによって接待をされたがまたそれによって使われた消費されたもの等々がいろいろ出てまいりますんでそういった意味ではその分は消費税で賄う部分もありましょうしいろんな形で広くあの広まっていくもんだと思っておりますんで支出先の事業者にも効果が及ぶであろうと思っておりますから私ども 数字だけで正確に言えと言われれば、350億はいった形になろうと思いますけれども、その分がどう波及してくるかまで、今の段階で読めているわけではございませんはい山藤昭子さん、えー。多くの人たちの景気回復に役立つように、私ども,も期待をいたしておりまます、えー、交際費に加えまして、えー、ここでで公務員の倫理基準も改めるべきではないいかと思います。 まあ以前から思っていることでございますけれども、官僚は忙しすぎて、国民と本音で語り合う機会というのがなさすぎると思っております。えー、各省庁に関係する人たちとの5時以降の座っての会食は禁止、またあっても金額が定められている、えー、まあ過去において、官僚の汚職や過剰接待があったために、現在、 国家公務員倫理審査会という裁判官を含む5人だけの会議でルールを決めているわけでございますあやはり官僚と業界の人が本音で語り合うことにも私は意味があると思います、えー、過剰接待があれば罰するべきでありますけれどもその厚物に懲りてナマズを吹くというように初めから手足を縛ってしまい 必要な情報が入ってこないのは、むしろ国民の不利益になっていると思いますけれども、どえー、ここであの厳しすぎるルールを見直す時期に来ているんではないかと思いますけれども、この点はいかがでございましょうかはい内閣官房長官、菅義偉君。<laughs> えー、委員のご指摘はですね、えー、かつて、えー、この幹部公務員による 不祥事が続出をしてです、ね、これに対して、世間の厳しい批判を招いた、ここを背景にして、現在のこの準すべきルールとしてですね、あるわけであります。まあ、そういう中で、えー、実はあまりにも厳しすぎるんじゃないかなということで、平成17年にですね、あのー、国家公務員倫理審査会議の意見の申し出を受けて、ルールの見直しを行ってまいりました。まあ、職務上、必要な情報収集や意見交換。 やはりこれは行うべきだというふうに思います。で、今後の在り方でありますけれども、インドご指摘のようなご意見もある一方でですね、現在この倫理法違反事案というのはまだ増減を繰り返しているような状況でありまして、えー、残念ながらあーまだなくなっていないところであります。えー、この倫理法の精神というものが全公務員にですね、やはり浸透して るとはままだ言い難いいいい難状況じゃないかなかううふうに思います委員のご指摘ありました、そうしたことも踏まえながら、これから適切な対応をしていきたいと思いますはい三藤明子さん。はい、えー、やはりいろいろな団体であるとか、それから国民のいろんな分野の陳情というものは、なかなかその昼間だけで語り合える問題ではないと。 お思います、まあ、そういう意味で、やはりリラックスして、本音できちんと、えー、堂々と語り合える場というもの、そしてやはり、えー、公務員のおやはり、まあ、自己責任と申しましょうか、自覚の問題、これは政治家も同じだろうと思いますけれども、やはりこうした自覚の問題というものを考えながら、きちんとした形でより良い方向に、えー、持っていっていただきたいとお願いをする次第でございます。 続きまして、厚生労働政策に入りたいと思います。生活保護の受給者対策について、まあ、震災以後、また、経済不況によって、生活保護の受給者が非常に増えております。まあ、先日、名古屋で聞いたところ、名古屋市だけで生活保護費が860億円にも上るといいます。大阪市では 10年前は受給率が3%だったのに、今は5%を超えている、生活保護費の実態について、政府としてはどのように考えておられるんでしょうか、はい、厚生労働大臣、田村君、えー、10年前と比べまして、ですね世帯数で申し上げますと、93万9000世帯から156万世帯に。 この10年間で増えておりますあの人数でいくと215万人、これが直近の数字でございますけれども、25年度予算案におきまして、総事業費、これ3兆7632億円ということで、約10年前と比べまして2倍。 に膨らんできておりますあのそのまあ原因でありますけれども、一つは高齢者が増えてまいりまして、高齢者世帯の中で生活保護世帯が増えてきた、もう一つはその他世帯でございまして、これはあの高齢者でもなく、母子家庭でもなく、障害者でもない、まあ、いわゆる働ける世帯でありますけれども、これ、リーマンショック等々、いろんな経済的な要因もあったんでありましょう、えー、まあ失業等々が長引いて、その結果、このような形で全体の数が増えてきておるというふうに認識をいたし しております,す三藤さん、えー、生活保護法では、受給要件について、何と書かれているんでしょうか田村厚労大臣、えー。第4条第1項でございますが、生活保護は利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために、 活用することを要件として行われることとされているということでございますはい三藤さん生活保護受給者のうち働ける能力のある人は職業訓練を受けるなどまあ積極的に自立することが求められております政府としても自立に向けて努力を促すべきであると考えておりますけれどもどのような取り組みを行っていくお考えでしょうか 村厚労大臣あの、まあ、生活保護法の改正に向かって、今、鋭意、準備をしておる最中でありますけれども、一、まあ、つはやはり就労支援等々、これ、大変必要なことでございまして、そのためには場合によっては、社会訓練等々もしていかなければならないというふうに思います、まあ、もちろん生活訓練も含めてでございますが。併せましてあの まあインセンティブを自立のためにですね働くことに対して、こういうものをやっぱり作っていかなければならないということでございまして、一つは就労するためにいろんな活動をされた場合に、これ、手当の支給を今、考えております、さらにはですねあの勤労控除、これに関しても今までよりも広げていこう。何よりもあの自立した時のたのめにですね あのまあこれバーチャルなんですけれども、積立金のような形で,で、これを自立した後の準備に備えて、手元に残るような、こんな方策を今、いろいろと検討いたしておりますはい、三藤亜希子さん。え生活保護・不正受給者の中には、理不尽なモンスター受給者や、直接間接的に暴力的な手段を使うものも少なくありません。先日も 窓口の職員が30センチの包丁で切りつけられ、重傷を負う事件があったばかりでございます。生活保護の正常化を担うケースワーカーたちの安全面での対策は、どのように講じておられるんでしょうか、はい、田村厚労大臣。 まあ自立策も含めて、これからケースワーカーの皆様方の役割とか大変重要になってまいります。そのような意味で、地方交付税で,ですねこのケースワーカーの増員に向かっての予算積み上げをいたしておりまして、平成25年に都道府県人口20万人あたりプラス3人。 それから市町村、人口10万人当たりプラス2人という形でそれぞれ22人、それから15人という形で,です、ね、ケースワーカーの整備をしてまいる次第であります、併せて、まあ、そのような非常に危険な行動に対してはやはり警察と綿密に連絡を取りながらです、ね、対応していかなければならないというふうに考えております。はい三藤明子さん兵庫県ののが特徴的な生活保護の条例を制定いたしましまけれども 4月1日の施行以来、どのような状況なんでしょうか。田村厚労大臣あの。小野市の条例はです、ね、まあ、受給者の方々が、えー、寄付された金銭を賭博等々に、まあ、消費する、まあ、使ってしまうと。 いうことを防ぐためにですね、あの生活の維持安定向上を図ることができなくなるような事態を防止するという観点から市民からの情報提供を求めること等としておるわけであります。あの今陽保護者に関する情報提供がまあ現在2件ありまして対応中であると。 いうことでありますそれから4月下旬開催の自治会の会合で、まあ、市長の方から条例の趣旨等々をです、ね、あの関係者の方々に説明される予定だというふうにお聞きをいたしておりますはい三藤さんこのように、生活保護制度については、各自治体とも高い関心を示しているところでございますけれども、まあ、自民党は総選挙の公約で、生活保護法の抜本改正を掲げました。 水準の適正化、現物給付の導入、自立・就労の促進など、実現すべき課題は多いんですけれども、政府としての検討状況はどうでしょうか。はい、厚労大臣 あのご承知のとおりです、ねえー、生活扶助費の適正化というものを、えー、今般、進めさせていただいております。えー、併せまして、先ほど申し上げましたあ就労自立支援というもの、えー、これも進めてまいりたいと思っておりますし、不正受給への対応というものが大変重要になっております、えー、これ、罰金等々を引,、えー、引き上げたりでありますとか、さらにはです、ね、あの本人の同意を得た上でえで、ー、保護費からこれを削減をするというようなことも考えております。さ、え、ら、ー、には、医療扶助の適正化、 これもです、ね、指定されている病院等々、これに対しましてです、ね、あの今までよりもさらにです、ねまあ、期間を区切って更新制のような形で、まあ、要件をしっかりと見ていく中において、まあ、不適切な対応がないようにということで、まあ、今、考えておるような次第でございますはい三藤明子さんとにかく貧しいけれども、一生懸命頑張って。 生活をしている人と違って、やはり一部、その本当に適切な対応でなく、不正受給者というものは徹底的にやはり追及して、なくしていただくように、ぜひ頑張っていただきたいいいいと思います次にに年金返上希望者についてお伺いしたいと思います。 所得や資産が多い人の中には、国のために年金を返上したいという人もおられます。しかし、実際に返上しようとすると、手続きが大変であるということです。まあ、役所に手続きに来てくれと言われて怒っている人もおります。まあ、寄付を受けるのと同じなのですから、もう少し丁寧に対応すべきではないかということ。まあ、今よりりも簡単に年金を返上したり 国や自治体に自動的に寄付したりできる制度にすべきではないと思いますけれども、いかがでございま厚生労働大臣。 あのまあ、年金をご辞退いただけるということ、まあ、これはですねあの年金財政にとっては大変ありがたいことであるわけでございますけれども、え現在、ですねあの窓口で申請できるほか、郵送でもできるようになっておりますが、ただ、ですね書類が必要であるということでございまして、まあ、そういう意味では年金事務所等々行かなきゃいけないと、でそこでですねあのー、まあ、ホームページからいろんな今、年金の書類等々、 取り出せるようになっておるわけでありますけれども、これ、この辞退をする申し込みの方が入っていないんですね、ですから、あのこれに関しましても、ですねホームページの方で、そういうものを、書式を用意をするように、これから年金機構の方に、私の方から指示をさせていただきたいというふうに思っております委員長はい三藤昭子さん、それはぜひお願いしたいと思います、またあの、今の制度では、年金を返上しても、何のメリットもないんですね。 えー、年金を返上した方に対しては、あやはりご本人も希望しておられるんですけれども、何やらあ国からご褒美をいただきたい、感謝状、あるいは表彰状、または額によっては、えー、勲章を差し上げるなど、年金厚労省して、えー、何か国として検証するようなことはできないんでしょうか、はい、厚労大臣。 まあこの,あの年金の辞退でありますけれども、えー、まあ以前はできなかったんですけれども、えー、それに対してやはり辞退することを認めてもらいたいというお声がたくさんいただきまして、平成16年の改正で、こういう制度を作ったわけでありますが、24年度末現在で約500人の方が辞退されたということでございます。あの まあこれ検証何かないかと言われるんですが実はあのご本人辞退された後もですもいろんな事情があられてまた年金券回復されるそういうい方もおられるわけでございましてなかなか検証は難しいじゃあお亡くなりになられた時があるじゃないかと言われますけれどもこれですね遺族年金もまた後から復活することもできますのでなかなかですね一度検証されて復活された後返してください、検証というわけにもいかないわけでありましてまああの非常に難しいまあそういうような部分があるわけであります。 ますけれども、あの先生からのご提案でございますので、えー、検討はさせていただきたいというふうに思います。はい、山藤さん。次に TPP についてお伺いしたいと思います。アメリカをはじめとする各国との合意で、いよいよ七月から交渉参加のめどがつきました。まあこれまで TPP は生産者サイドの お諸課題が論じられることが多かったわけですけれども今回は消費者サイドからあ質問したいと思います米国産の食用牛には日本では禁止されているホルモン剤が大量に使用されていると聞いておりますけれどもこうしたホルモン剤は人体への影響はないんでしょうかはい、厚生労働大臣 あの牛へのホルモン剤の使用でありますけれどもあの国内では関係する審議会もう今は食品安全委員会でございますが あのそれまでは食品衛生調査会、ここで審議をされて、一定の基準を設けているまたあたコーデックス、国際基準もございます、さらには諸外国の安全基準等々がございまして、そういうものを踏まえた上で、食品中のこのホルモン剤の残留雨量というものを規制をしておるわけでございまして、そういう意味からしますと、この基準の以内で、それぞれ食卓に並んでおるわけでございますので、安全性に関しましては、基本的には問題がないというふうに認識をいたしております。 はい三藤さん日本で禁止されているホルモン剤を使用しても、まあ、輸入は禁止しないということだと、これはダブルスタンドではないんでしょうかはい林農水大臣。はい あの、厚労大臣からも答弁があると思いますが、あの、この仕組みがですね、非ホルモン剤製造・販売するためには薬事法に基づき品目ごとに農林水産大臣の承認を受ける必要があるということでございます。 であの実は過去にですね、1959年と63年に、巨生牛の肥育促進等の効能効果とする天然型のホルモン剤、これ、使用されたことがあったんでございますが、98年までに、えー、製造輸入が廃止されまして、99年には承認もですね、申請されてた方が自主的に承認を返上されたんでですね、ないということでございます。で以後、承認申請がないということでございますので、えー、承認された肥育ホルモン剤がまあないという状況でございます。 ので、またこういうものは使いたいものがあれば、また承認をしてあげれば手続きが始まるとこういうことになっております。はい、山藤さん。あいえはい。それじゃあ厚労大臣田村農久君あの今農林大臣がお答えになりました通りですね。あの国内においては、まあ今承認の申請がないということで使われていないわけでありますけれども、国外では。 あ、これ、ひいくように使われておるわけであります。まあ、あの、牛がですね、健全に育つという意味で、まあ、こういうものに対しての一定の基準を設けて使っておるんだというふうに思いますけれども、最終的にですね、まあ、食べる段に至りますと、やはり先ほどの、まあ、ご、ご答弁させていただきましたとおりですね、あの、残留基準というものがございまして、これでチェックをした上で、それ以内のものを認めておるわけでございますので、あの、まあ、ダブルスタンダードというよりかは、あの、我が方としては、食べるものに対して、しっかりと 基準を設けてです、ねえー、チェックをいたしておるということでございます。はい三藤さん長年、日本の官僚は真面目すぎて、アメリカとの経済交渉においても控えめで、相手はダメ元の案件をぶつけてきて、妥協するケースが多かったような気がいたします。まあ、今後の交渉では、まあ、特に食の安全の分野では、守るべき規制は守る必要がある、えー、遺伝子組み換えであるとか、あるいは BSE。 ポストハーベスト農薬、食品添加物などの規制が緩和、あるいは撤廃されるんではないかという消費者にとっては非常に大きな不安があるんですけれども、この辺のところは大丈夫でしょうかはい厚生労働大臣、経済産生担当大臣、甘利晃君、えー、TPP に関連してですね。 まあ、TPP はあのまだ本交渉にわれわれは入っていませんので、えーまあ、中に入ってみ、えー、ないとあのどういう情報あのやり取りが取りあの行われているかということはあの厳密に言えばあの把握はまだできませんけれども今までのところ、えー、得ているかりの情報によりますとこの TPP 交渉におきましてはこの遺伝子組み換え作物であるとかそのラベリングについての 提案はないといとううふうに承知をいたしております個別の食品安全基準の緩和が議論されているという情報はあの現在のところありません TPP 交渉が始まると同時に日米で2国間の非関税部分の交渉がスタートいたしますその非関税の交渉項目の中に委員もご承知のとおり 衛生植物検疫措置というのがありますけれどもしかし、この項目の中には WTO の SPS 協定基準に基づきという大前提が入っております、これは何かといいますと食品安全については国際基準を超える、その国、例えば日本がです、ね、国際基準をオーバーライドするような基準を設けるときには科学的・合理的な あの説明ができればそれはやってもいいというのが SPS 協定でありまして、これを前提として行われるわけであります。えいずれにいたしましても、えー、自民党の自衛配慮の中にも、食、えー、の安全、安心の基準を守るというふうにありますので、えしっかりとこれを踏まえて、えー、本交渉に入ったちも取り組んでいきたいと思っております。はい三藤さん次に 教育文化政策に入りたいいと思いますえ国を知り国を守るための教育について伺いたいと思います、えー、学校の歴史教育ではえ古代のことは一生懸命教えるんですけれども現代史は学年の終わりで時間がなくなるためしっかりと教育されていないように思います中には日本がアメリカと戦争したことさえ知らない若者がいるなどという信じられない話すら ございます近現代史が教えられていないというのは、まあ、以前から指摘されていることでありますけれども、改善されていないんではないでしょうか。文部大臣、はい、文部科学大臣、下村博文君山東、えー、先生がお話のように、近現代史はです、ね、歴史の中で、まあ、最後の方ということで。 明治ぐらいで終わってしかし国際社会の中で日本人としての自覚を持ち主体的に生きていくためには我が国の伝統文化や近現代史をはじめ歴史に対する理解と愛情を深めることが大変重要であるというふうに思います教育基本法及び学校教育法の改正において伝統と文化に関する規定が新たに 置かれたことを踏まえまして、新学習指導要領において、小学校社会科で歴史を学ぶ小学校第6学年の授業時間を増やし、また中学校社会科で歴史的分野の授業時間を増加するとともに、近現代の学習を一層重視し、 高等学校、地理歴史科で世界史、日本史双方について近現代史にかかる内容を充実するというふうにはなりましたがただまあゆとり教育のときから比べると少し増えただけでそれ以前のときの比較をするとですねやはりまだ相対的に少ないというふうにやっぱり言えると思いますで今後とも各学,学校において新学習指導要領を踏まえ近現代史を含めた歴史教育が しっかり行われるよう、より充実するよう、対応してまいりたいというふうに思います三藤さん、えー、特に領土問題などあの、いろいろ調べてみますと、えー、中国や韓国ではもう本当に、えー、小さい時から徹底的に、えー、その自分の領土のことを、あるいはあこうした問題に。 非常に時間を割いているようでございますけれども、我が国は北方領土、竹島、そして尖閣諸島など、こうした領土に関する問題を冷静に議論するためにも、自分の国の近現代史を知っていくことが必要だと思います、また世界の人と信頼関係を築くためにも、自分の国のことを語れるようにすることが必要だと思います。 まあこうした観点から今、あ大臣があ近現代史は充実していく方向だとはおっしゃいましたけれども、えー、高校の必修にすべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうかはい、下村文科大臣。えー、ご指摘のように、今、高校におきましては、世界史は必修ということでございますが、 日本史、近現代史、特に日本史、これは地理との選択必修ということでございます、今、東京都とそれから神奈川県が必修と、まあ、いうことになっているそうでありますが、現在、この我が国の高校生が近現代史について理解を深めることについて、新学習指導要領において、世界史、日本史双方について近現代史にかかる内容を充実すると充実すると,ともに、 必修科目である世界史については、日本史や地理との関連を一層重視するよう改善を図ったところであり、今年から順次進行する予定で、実施される予定でございます。で今後の高等学校、地理歴史科における必修科目の在り方、この日本史、あるいは近現代史を必修するかどうかと、まあ、いうことについては、 新学習指導要領に基づく取り組みの状況等も十分踏まえながら教育課程全体のあり方に関する議論の中で検討してまいりたいと思いますが東京都や神奈川県のような独自に対応できるところもありますので、まあ、そういう事例それから富山県でも独自の近現代史の郷土史を作って副教材として副読本として配布しながら教えているという状況についてぜひ文部科学省も 他の都道府県に対して、えー、PR をさせていただきたいと思います。はい、参党あきこさん、えー。熊本県では日本の領土を正しく認識してもらうため、県立高校の全教室に日本地図を掲示していると言います。まあこうしておけば、鹿島や尖閣諸島がニュースになるたびに、子どもたちは教室で地図を見て場所をすぐに覚えることができるでしょう。 素晴らしい取り組みだと思いますけれども、文部科学省では全国で導入すべきではないでしょうか。はい、文化大臣熊本県の教育委員会では、日本の領域の位置や隣国との距離等を生徒に正確に把握させるため、今年3月に県立の高等学校等の 全学級数分の日本地図を配布し各学校に対して教室に掲示し教科指導等に活用するよう指導しているとご指摘のとおりでございます我が国の将来を担う子どもたちが自国の領土を正しく理解することは極めて重要であり熊本県における取り組みは領土について理解を深める上でも有意義な取り組みであるというふうに思います そもそも竹島尖閣についても高等学校の教科書できちっと記述してない教科書会社もあるような状況がございますまた個別の教材の活用方法は各学校の教育委員会において決定するものではありますが文部科学省としては熊本県における取り組みをはじめとした現場の創意工夫ある取り組みについて先ほどの近現代史と同じように情報提供するなどを通じ この領土についても、各学校でしっかり教育が進められるよう、取り組んでまいりたいと思いますはい三藤さん、はいえー、続いて、国を守る意識を育てる教育の必要性について伺いたいと思います。安倍総理は、教科書検定の見直しを検討する方針だと伺っております。ぜひききちんと見直していいたただきたい 改正教育基本法の理念に沿った教科書が必要だと思います。政府としては、いつまでに見直すといった具体的な方針は終わりになるんでしょうか。文、はい、文科大臣下村博文君ご指摘のように、改正教育基本法や新学習指導要領の趣旨を踏まえた教科書で、子どもたちが学ぶことが必要であるというふうに思いますし。 残念ながらあの現在使われている教科書が必ずしもそれが徹底されていない部分があるというふうに思います。まあ、教科書検定については自民党実教育再生実行本部で、まあ、昨年提言されているわけでございます。でこれに沿って引き続き、えー、自民党の教育再生実行本部で ここの教科書検検定採択にについいてて特別部会をつくって対応検討するということうなりました文部科学省としては、この自民党の取りまとめを受けまして、えー、見直しの具体的なスケジュールについては、まあ、現時点では明確にはまだ決めてない状況でございますけれども、おこの文部科学省として取りまとめを受けた中で,です、ね、この教科書検定制度の現状と課題を整理して、できるだけ、 速やかに、えー、文科省としても取り組んでまいりたいと思いますいいはい藤さん学校教育で、外交・安全保障や国際情勢についての基礎知識を教える機会が必要ではないかと思います。例えば、北朝鮮のミサイルのニュースを見ても、弾道ミサイルがどんなものか知っている国民はどれだけいるのか、軍事的なことも含め、国を守るというのはどういうことか。 国民として知っておく必要があると考えますが、学習指導要項の一部に、そうした内容を入れるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか、はい、塩村文部科学大臣学校において、外交や安全保障、防衛など、我が国を取り巻く国際社会の諸課題について、教育を行うことは大変重要なことであるというふうに思います。 このため、学習指導要領では、中学校の社会科や高等学校の公民科において、我が国の安全保障と防衛及び国際貢献、国際社会における日本の立場と役割などの内容について明記しております。具体的には、各学校の指導の充実を図るため、学習指導要領解説において、自衛隊が我が国の防衛や国際社会の平和と 安全のの維持たために果たしている役割国際紛争の原因を除去するためになされている外交や経済協力などの活動さらにこれからの国際社会における日本の政治的、経済的、社会的な責務と役割などを理解させたり、まあ、考察させたりすることについて記載しているところでございます。 文部科学省としては、この学校が学習指導要項に基づいて、子どもたちに我が国の外交や安全保障、防衛などについてしっかり指導を行い、我が国の平和と安全をいかにして確保していくかということについて、一人一人がみずから考え,るよう考えることによって、我が国と共同愛し、国際社会の平和と 発展に寄与すする態度の育成を図ってままいいりたいと思います、まあ、先生ご指摘の北朝鮮のミサイルニュース等についてですね、あの書かれていたものは、まあ、残念ながら、1教科書会社、私が調べた中ではだけだったように認識しておりますので、まあ、こういうことも含めて、ですね各教科書会社に対して、これをもっと理解徹底をすることがさらに求められるというふうに思いますし、努力してまいります。はい三藤さん このたび、えー、学生をおやはり国際人として育てようということで、えー、大学のいろんな制度お、あるいは就職環境、そういうものも留学しやすいように配慮されるようですけれども、お昔、偉大な商社マンだった瀬島隆三さんは、良き国際人であるためには、良き日本人でなければならないと言われたような記憶がございますけれども。 これからを担う子どもたちに良、まあ、き日本人になるためのアドバイスをお聞かせ願いたいんですけれども、えー、今日はあの別に通告をしていませんけど最後に総理にやっていただいてあのちょっと、えー、私はこういうふうに思うとおっしゃる昔あの子どもたちは末は博士が大臣かと言われる皆さん大臣になっておられるわけなんでそうした子どもたちの夢の。 形というもの、えー、どういうように、えー、このしっかりとお自分たちが人生を歩んでいけばあ皆さん方のようになれるかというようなことを聞かせ願いたいと思いますまずはいじゃあ文部科学大臣島村博文君、えー、文部科学担当でございますのでまず私の方から、えー、お答えさせていただきたいと思いますまあこれからグローバル社会の中で 真の国際人になることが求められるというふうに思いますが、真の国際人になるためには、本当に真の日本人、日本のことがよくわからないと、真の国際人になれないというふうに思います、まあ、留学経験のある方々からよく聞く話でありますけれども、まあ、語学はできるけれども、しかし、外国人と日本のことを聞かれても、日本のことが全く答えられないと。 まあ先ほどの領土問題だけでなく日本の伝統文化、まあ、素晴らしさそれを語れないために、えー、教養が日本の教養がないためにです、ね、相手にされないことが、まあ、多々あったと、まあ、そのために今までの学校教育の中ではほとんど学んでなかったけども改めて留学した先で日本の伝統文化、まあ、素晴らしいものを学ぶことによって 外国人にきちっと話すことができて、そこで初めて対等の国際人として話をすることができるようになった、まあ、ぜひこれから留学をしたい、また国際人になりたいという若い人たちには、まあ、そういう意味で本当に日本の伝統文化、まあ、素晴らしい、ありとあらゆる日本の素晴らしい文学もにしてもです、ね、芸術にしても、若い人たちにきちっと教えてもらいたいと。 まあ、いうのを留学経験の方々からよく言われますが、まあ、ぜひ、えー、もっともっと日本の伝統文化、素晴らしい日本らしさというのを教育の中で教えていくと、まあ、これが真の国際人にもつながっていくことではないかというふうに思います次に、誰か、はいじゃあ、あの兄ちゃん、全員にやってもらえますか。<laughs> いえいやや えまずあ委員長。我々と思う人を手を挙げて、はい、発言してください。どうぞ。じゃああの、えー、まず財政という意味で麻生大臣、そして、えー、この働く雇用という意味であの田村大臣、そして、えー、女性の立場であの稲田さんと、えー、森さん、ぜひお二人。はい、それではアドバイス。麻生太郎君。待って 国際人っていう英語がないと思いますんで、えー、ちょっとなかなかあの海外で通用するまともな日本人っていうことの定義かしらそれであの答えさせていただくことになるんだと思いますがあのこれは絶対条件であの横文字でが二つ三つしゃべれてナイフとフォークでご飯が。 食べらられてたら国際人と思っている人いっぱいいますけどそれは、ま、全く間違いだと思います。あのその国に行けば誰でもしゃべれるようになるんであってそれは別に習慣の問題であって能力のには関係ないと思っておりますんであのその意味では語学はあまり関係ないマナーもきちんとしたマナー外さなければそんな関係ないんだと思いますんでやっぱりきちんとしたあの日本の 家庭でしつけられたものをきちんと身につけていさえすればどこでも通用すると私はそう思っております。あのー、あとはその人の持っている魅力なんであって、うんなんかこう言葉ができるのじゃないということだけははっきりしていると思いますんで少なくとも私の子供にはあのー、あの学歴あんまり関係ないんで。 あの英語であの覚えないかんとは思いてましたんで英語で喧嘩ができて英語でガールフレンドが口説けるようになったら帰ってきていいと言ったら途中から卒業するとか言ったんでそんな学歴は関係ないって言って言ったんですけどとにかく卒業して帰ってきましたんですから あのそれになって4年いましたかねちょっと早く卒業しましたんであの帰ってきたんだと思いますがその時の記憶ですけれども随分痩せ細ってましたけど後半2年間ぐらいは普通になってましたんでああいう日本人の一人もいない学校を探すのが苦労しましたけどもいないとこ入れといたらそれなりに育つもんだとは思いました。ただあの、えーあ やっぱり家庭で愛されて育ってないとなかなか海外行っても難しいんじゃないかなとは思い,思います、はい、田村久君あの、まあ、まずです、ね、こ、えー、言葉がなかなか通用しなくても笑顔というのは通用できますからあ笑顔というもの、これがです、ね、やはり相手に受け入れられる素敵な笑顔。 ここれを持つととが必要だいいうふうふに思いますそれからやはり自分の意見、主張、これができること、そして下村大臣もおっしゃられましたが、日本の伝統文化、歴史だけじゃなくて、自分が生まれ育った、そういう,ような地域のですね歴史や文化、こういうものが語れるということ、これはやはり国際人として、ですねやはりいろんな方々と対応したときにですね私は必要なことのなのではないかというふうに思っておりますはい稲田国務大臣。 ありがとうございます。私は子どもたちが日本人に生まれたことに誇りを持ってほしいと思います、そのために総理が先ほど来、美しい国という言葉を使われました、私は道義大国という言葉を使っておりますが、日本が自由で民主的で、高い倫理性で世界中から尊敬されて、頼りにされる、そんな国を私たちは作っていかなきゃいけないと思っております。はい、森。 国務大臣森昌子でございます。えー、あの私第一子,第1子産んでゼロ歳の、えー、子供と私二人で、えー、留学をしたんですけれども、その時にあの世界各国から来た。 女性弁護士たちとお机を並べましたが、あ痛感したのはです、ね、皆さん、自分の国のこと、歴史、地理、しっかりと話せるんですね、ですからやはりまず国際人として、自国のことをしっかり、えー、誇りを持って話せること、それから自分自身の個人としての主張をしっかり持って、それを相手に伝えること、相手がその意見と反対意見でも。 いいんで,すでもどうしても、その当時はですね、えー、なかなか日本人はうなずいていることが、同級生も多かったかなと思いますけれども、しっかりと相手と違う意見でも述べることで、えー、海外の方はです、ねえー、認めてくれると、存在自体を認めるということがあると思いますので、国際人としてはその2つが重要であると思っております。 はい、山東明子さん皆さんありがとうございましたやはり自分の考えをしっかり持ってそしてたくましく生きていくということが大切ではないかなと思っております次に給食費未納について伺います給食費を払えるのに払わないという人が多いそうでございます全国の未納額は平成22年度で約26億円という文部科学省の調査結果がございました その後、給食費が未納の家庭に対しては、子ども手当、現在は児童手当から天引きできる制度になりましたけれども、最新の納付状況はどうなっておりますかはい下村文部科学大臣ご指摘のように、学校給食費の未納の総額は約26億円と考えられます。 児童手当からの学校給食費の徴収、いわゆる天引きでございますが、これは平成23年10月より制度化されたところでありますけれども、各都道府県教育委員会に確認したところ、平成24年6月時点で、全体の約27%の市町村が天引きを行う仕組みをすでに実施している。 で今後、実施を予定している、あるいは検討中という市町村を含めると、約60%になります。この平成24年度の徴収状況については、本年度に調査を実施する予定となっておりますので、まあ、現時点では、天引きが制度化された後の状況については、あまだ承知しているところでございません。委員長三藤さん <laughs> 北海道の足別市では 給食費の未納者に罰則を課せる条例があると申しますけれども、どのような効果が出てるんでしょうか。はい文部科学大臣ご指摘のように、北海道芦別市では、平成17年に制定した条例において、市税、保育費や水道料金等とともに、 学校給食費の滞納者に対してその財産の差し押さえ等が行えることになったと承知しております本条例では財産の差し押さえ等の後なお滞納が続く場合には一定の行政サービスの停止等の措置や必要に応じて滞納者の氏名の公表等を行うことが規定をされておりますなお足別市に確認したところ これまでに学校給食費滞納により、本条例を適用した事例はないということでございますが、まあ、抑止力としては一定の効果があるのではないかというまあ報告を受けているところでございますはい、三藤さん国としても、払えるのに払わない給食費の未納者には、何らかの罰則的措置が必要ではないかと思いますけれども、その点は、 いいかかがでございましょうか、はい、下村文科大臣学校給食費の未納問題については、文部科学省としては、各都道府県教育委員会に対し、学校給食の意義、役割について保護者に周知し、理解と協力を得ること、また、生活保護による教育扶助および就学援助制度の活用を奨励すること、まあ、さらに、 学校全体としての取り組み体制を整えることなどについて適切な対応を求めているところでございますまた給食費の支払いを説得し得ない保護者に対してはその一つの方策として少額訴訟や会員裁判所による支払い督促等の法的措置も活用している例もあることからこうした事例も参考にしつつ 対応をすするるこここととととが望まましししいいいいいうことにつててて通知して示しているところでございます学校給食費の未納問題の対応については、学校給食を実施している各自治体や学校においてさまざまな工夫が行われていると承知しており、文部科学省としては、こうした各自治体、学校における事例や、各学校現場における意見等も踏まえつつ、法的措置も含めて、 適切な対応がなされるよう指導してまいりたいと思います。はい。三党さん。続きまして、食育と日本の食文化普及についてお伺いしたいと思います。まあ食育という言葉は明治二十九年に福井が生んだあ医者で、そして軍人である、そして薬剤師であるあ石塚佐健という人が。 あ地域、特育体育それだけではなしに才能の際、細育と食育この五育を解いたわけでございますけれどもいつの日か地位、特、体だけが残って食育、えー、と細育は消え去ってしまいましたしかし、えー、それから多くの人たちがやはりこの食の大切さということを認識をしてそして 私どもも仲間と一緒に努力をし合って、そして今から丸七年前でございますけれども、食育基本法を成立を、議員立法として民主党の反対の中、成立をさせたわけでございます。やははり総理は先まあ 病気を予防することが大切だというようなことをおっしゃられまして、そして、まあ、健康寿命を延ばすことが大切だということをおっしゃられております、えーまあ、今申し上げたように、教育基本法が成立をしてから、早寝、早起き、朝ごはんというのも浸透してまいりました。えーそしてまた いろいろなデータによると、やはり、えー、学生でも、いろいろな医科大学の学生などでも、100人のうち、えー、50人は朝食をきちんと食べて、50人はわざと食べさせないというので、1年間成績を見てみると、ちゃんと朝食をとったものが、あその成績が上がっている、そしてその、えー、残された50人の中で、えー、また、 あ朝食をきちんと食べたあ半分の人が成績が上がっているというようなデータも出ております、やはりきちんと朝食を食べるということ、やはり、えー、朝からエネルギーをやはりこう、えー、植えつけるということが一番大切だということになっております。長、まあ、長野県があ最近長寿日本一となりりままししたののは、えー、ボランティア活活動しております食生活改善推進員の また、学校や会社での健康増進も非常に重要であり、栄養面での管理を担う栄養士の一層きめ細やかな対応も、これは重要だと思っております。まあ、これらのことも踏まえて、食育担当大臣としては、今後の 国の食育の取り組みについて、お伺いしたいと思います、はい森政子国務大臣三党議員が、食育問題に長年、熱心にお取り組みになり、食育基本法の制定をはじめとして、ご貢献、中心的な役割を果たされてこられたことに、心から敬意を。 称したいいと思います、えー、長野県の取り組みでございますが、長寿日本一ですけれども、実は昭和40年には、えー、脳卒中の死亡率が全国でワーストワンであったということでございます、そこで全県を挙げて取り組みをしたときに、今、ご紹介がございました、ボランティアの食生活改善推進員ま員、あ、いわゆる食会さんと、 呼ばれておりますがボランティアの方々の活動があり塩分ーメンとも呼ばれまして味噌、えー、汁の濃さを測る塩分テープをですね普及させたりとかそれから野沢菜の漬物の塩分を測ってくれるということで、えー、薄味で。 野菜たっぷりという食事を全県で進めてきたことで、えー、食生活が改善され、えー、今回の長寿日本一になったというふうにも言われております。食育というのは、生きる上での基本であって、えー、地域、特育、体育、そして食育、細工というご育をです、ねまあ、通じてですね、さまざまな経験を通じて、食に関する知識、 そして、食を選択していく力、これを身につけることで、えー、健全な食生活を実践することができるものと心得ております。私は少子化担当大臣も仰せつかっておりますけれども、我が国の将来を担う子どもたちにとって、食育が大変重要であるということももちろんのこと、食生活において、栄養の偏り、不規則な食事、 肥満や生活習慣病の増加などを考えますと、健康で長生きするということで、全世代にわたって、食をめぐる課題がさまざまにあると、取り組んでいかなければならないというふうに思っております。えーまあ、内閣府におきましては、毎月6月に食育月間を開催いたしまして、えー、表彰したりなどの活動もしておりますけれども、今後とも地方公共団体、関係団体とともに、 今、大活躍をしております、食生活改善推進員の皆様などのボランティアの皆様や、栄養士の専門職の方々とも連携して、より一層力強く食育の推進を図ってまいりたいと思っておりますはい、三藤さん、えー、皆様方もぜひ、えー、大臣、えー、諸氏はあ、なかなかやはり、えー、お食事も不規則。 えー、暴飲暴食もあろうかと思いますけれども、そして一つあの、毎月19日が食育の日でございますので、どうぞその時も心して、えー、栄養バランスのいいものを召し上がっていただきたいなと思っている次第でございます。えー、さてて、えー、世界ではあ日日本本食がブームになっております、えー、日本を訪れる大統領や いろいろなあ方たちが、トップの方たちがあ、日本食は素晴らしいと、皆様が言っておられます、まあ、クールジャパン政策の柱の一つとして、えー、本物の日本の食文化を世界に発信するということは、あ非常に大切ではないかと思います、えー。ところが、どうも各国での和食はちょっと物足りないようでございます。えー、そこで、えーまあ春夏秋冬 まあ年に4回ぐらいは、え本物の日本食をお世界のお大きな町でアピールする機会を作るべきだと思うんでございますけれども、えー、どうぞ農水大臣、えー、そしてその後外務大臣にもちょっと、お聞かせ願いたいいいたと思いますはい、農林水産大臣、は林芳正君。 今後10年で実は世界の食市場、これ倍増が見込まれております。従ってこれを日本の成長にま取り込んでいくという目標がございまして、そういう意味で今、三藤先生からお話がありましたように、日本の農林水産物食品がま評価をされる 環境整備しななければなりませんで、あの2つに分けて考えておりまして、まずは食文化食品産業の海外展開、メイド・バイ・ジャパンとこう言っておりますが、それともう一つは農林水産物食品の輸出促進、これはメイド・イン・ジャパンのものを出していくと、同時に進めていくことが重要であると思っております。 で今、先生からお話がありましたように、まあ、年に4回にはまだ行きませんが、今年の2月から3月にかけて、フランスのパリで、日本食文化を総合的に発信する取り組みを行いました。えー、大変好評でございましたが、えー、こういう取り組みをさらに重ねてまいりたいと、こういうふうに思っております。で、あの、全日本食学会というのがございまして、ここをはじめとする我が国の料理界の関係者、 食品産業界、食文化学会と連携しながら、ご指摘ありましたように、大使館でのイベントを行うなど、日本食文化のアピールを全世界で行ってまいりたいと、こういうふうに考えております、はい、外務大臣。はいえ あの日本食につきましては、えー、日本に来られる外国の方にとって魅力であるばかりではなくして我が国の在外交換におきましても、えー、日本食を振る舞うということで、えー、多くの,、えー、その現地の このの方々の大きな魅力と移り、えー、外交においてもです、ね、大きなす、えー、効果を発揮しているこういった話をよく聞きます、えー、そして、えー、我が国の在外公館におきましては、えー、その各公館におきまして日本食のレセプションですとかあるいはこの、えー、食文化の関係者との意見交換会あるいはこの日本酒に えー、テーマをこのようにさまざまなあの行事を行い、えー、日本食のアピールに努力をしている、こうした現状にありますはい、藤さん、えー、これからあの東京オリンピック・パラリンピックも誘致しようという時でございますので、えー、ぜひ世界中の人たちに日本のおいしい料理を、 食べてもらいたいなと、まあ、そんなことを私ども望んでいるわけでございます、まあ、そういうことでぜひ、えーまあ、予算を取っていただきまして、えー、世界に向かって、えー、大いに、えー、PR をしていただきたいと思います続きまして原子力防災についてお伺いしたいと思います、まあ、22年前私が科学技術庁長,長官の折 原発は地震には強いと聞きましたが、津波に関しての認識は甘く、深く反省をいたしております。まあ、今回の事故後、残念なことは、女性の専門家が一度も登場していないということでございます。私が大臣のとき、放射線被曝について議論をしているときに、安倍さんという女性科学者が、私は長年、 毎日研究所で少量の被爆をしているけれども三人の健康な子供を産み育てて私自身もこうやって元気に働いています私が生き生人ですと言われたことを思い出しましたまあ今回の事故は前政権の対応ミスとメディアの過剰報道により風評被害で農作物も売れずまた危険な地域に 住む男にに嫁はやれるとになった悲劇もありましたまた福島に住む少女たちの中に自分は将来は子供を産めないんではないかとそんなふうに不安に思っている人たちもいるということは大変残念な限りでございます、えー、原子力というもの、えー、この原子力の規制というものは やはり冷静に科学的な分析に基づいて考えるべき話であると思いますまあ原子力規制庁の設置によって原子力規制の管轄が環境省になりましたけれども私はちょっとこれに異論がありますやはり行政から完全に独立をしたアメリカの NRC のような組織が必要だと考えますけれどもいかがでしょうかはい 石原環境大臣お答えいたしますあのもう委員御指摘のとおり、原子力の規制については、この冷静に科学的な分析があ基づいて検討され、判断されるべきだというのはあ、まさに私どもの考えと一致していると思います。ご存じのとおり、今日あの田中委員長おいででございますけれども、原子力規制委員会は自民党、公明党、民主党、 この三党協議に基づく議員立法で科学的・技術的な見地から独立して意思決定を行うべくいわゆる公取と同じような参上委員会として設置をされているところでもございます。あの 環境省の外局としてこの原子力規制委員会をサポートする原子力規制庁がありまして原子力規制委員会はあくまで独立性を発揮して職務を全うするとそういう枠組みになっております私どもとしてはですから原子力規制委員会があこの仕事ができますように規制庁をですねしっかりとサポートさせていただきたいと考えているところでございます。はい、三藤あこさん、はいえー、原発事故以降 日本の発電は火力発電が主力となっておりますけれども、事故以前と比べて CO2 の排出量が増えているのではないかと心配でございますけれども、現状はいかがでしょうか、yes. 石原環境大臣。あのこれもあの委員のご指摘のとおり、数字を申し述べさせていただきますと。 原発停止による火力発電の発電量の増加を一因といたしまして温室効果ガスの排出量は増加をいたしましてこの12日に取りまとめました2011年度の温室効果ガス排出量は13億800万トン前年度と比べて5030万トン増加しております。これはあの前年比に比に較して 4%の増加でございますし京都議事所のこの基準年であります1990年と比べましても3.7%増加しておりますまたあの地球温暖化対策の話題はこれに伴いまし,伴いまして埋没しがちでございますが地球温暖化は地球全体の環境に深刻な影響を及ぼす脅威であり、まあ、人類共通の課題 しっかりと対策を進める必要がある、総理の方からもですねしっかりとした目標を11月の COP19 までにしっかりゼロベースで見直して作るというような言明を受けているところでもございますはい三藤さん原子力規制庁が独立したものだと大臣がおっしゃいましたので、安心をいたしておりますけれども、先ほどお、えー、安全値と言いましょうか、目標安全値が。 決定をされれましたけれども何か何万年というのを聞いて何となくこのピンと来なかったんですねあの学者の方は、まあ、未来のことをおっしゃるんですけどもやはりもう少し具体的に、えー、何十せめて何十年スパンで、えー、そこで石棺を使って、えー、このおまあ,あ 原発のあれを事故をなくすとかあるいは海水に漏れないように、えー、これだけかけて、えー、こういうふうにするというのはもうちょっと何となく分かりやすいことをあの出していただきたいなと、えー、思って、えー、おります、えー、それから、えー、総理にやはり、えー、これからはメディアに左右されずにどうぞあの国家的な見地に立って 健全なエネルギー政策として、えー、原子力発電というものを、えー、検討していただきたいと考えておりますけれども、それについて、ご決意をもう一度。はい、内閣総理大臣、晋三君いえば原子力政策というのは、エネルギー政策と言ってもいいんだろうと思います。まあ、エネルギー政策としては安定的な エネルギーの供給、まあ、これは国家としての責任であります。安定した安価なエネルギーを供給することによって、日本の経済は成長していくことができるわけでございます。そしてそれによって、まあ、大切な医療や、あるいは年金、そうした社会保障の財源も確保していくことにつながっていくというふうに考えているわけでございますが、まあ、そこで安倍内閣としてはですね、3年間の間に、 太陽光とか、あるいは風力とか、さまざまな再生可能エネルギー、あるいはまたメタンハイドレーズ等のですね新たな可能性に対して、国家資金を投入をしていけます、新たなイノベーションを目指していくわけでございます、その中において、ですね再稼働するかどうか、そういう判断も行ってまいります、その上において、ですねエネルギーのベストミックスを構築をしていきたいと、このように考えております。委員長はい三藤さん 続いて国土強靭化についてお伺いしたいと思います、えー、我が党の国土強靭化総合調査会で横浜国大名誉教授の宮脇明先生が命を守る森の防潮堤のお話をされ大変感銘を受けましたここで見ていただきたいんですけれども海岸沿いに、えー、この瓦礫と土砂で森しをいたしましてその上に菓子 C そしてタブなどの紅葉樹を植えるというものでございます、えー、わずか300円の、えー、ポットの苗を植えれば、えー、この次にちょっと変えていただきますこんなあところだったのが8年後にちょっと次のを見せていただきます <laughs> えー、8年後にこんなに緑が多くなって、えー、しまいます、えー、そして、えー、20年後には20メートルというようなあ形で成長を生出します、そして津波に耐えるというものでございます、まあ、国土強靭化では、まあ、堤防や道路というようなハードなものも必要でございますけれども、このように自然を生かした防災対策もぜひやるべきではないかと思います。 えー、ぜひあの防災担当大臣にお伺いしたいんですが、はい防災担当大臣、はい、よろしいですか、はいはいこれ三党に御指摘のですね、えー、自民党で、えー、調査会の中で三輪先生ですね、えー、お招きされて議論されたよく承知してます私も実はこの話前から承知しておりましてあのまあいわば えー、森の防潮堤という考えですよねあの、それはシータとかタブタとかカシとかそういった樹種を使いなさい、えー、非常に成長も早いし根もしっかりつくということで,です、ね、実は、えー、今、政府と与党が一体になって、えー、国土強靭化の基本法をあの作る作業をしておりますけど、えー、与党さんにもお願いをしてです、ね、こういった自然との共生をした対策、こういったものもしっかり取り込んでいけるように。 そんなお願いをさせていただいておりますので、おそらくそういう形で、えー、法案が作っていただけるんじゃないかな私もあの期待をいたしております。そのの上で今後は、えー、税作者の評価を 国土強靭化本部の方でしてで、出来上がれば本部の方でです、ね、していきますので、ね、その中にもソフト、ハード、両面の対策っていう視点からです、ね、こういった自然との共生、森の防潮堤っていう考え方も積極的に取り入れていければなと、こんなふうに思っております委員長、続きまして、災害対策や国際貢献のために、病院船を建造すべきという議論が進んでまいりました。 東日本大震災の時には、病院船がなかったために、被災地から多くの患者を運ぶことができなかった。今後、太平洋側で予想される大規模地震に備えるためにも、患者を一度に大量に治療、輸送できる病院船の建造は急務であると思います。災害時以外は離島の医療、先進医療の拠点、また衛星を使っての遠隔医療、ロボット医療の研究などに活用すれば、効果は大きいと思います。 えー、安倍政権として、えー、病院制の必要性については、認識はいかがでしょうか。はい古谷防災担当大臣、えー、委員はこの病院制のことについて、議員連盟も組織をされて、熱心に取り組んで承知しております。あのやはり病院選の建造する というのは、まあ、将来、災害が起きた時にいかにして活用していくかそういう視点だと思いますけれどもじゃあ、これ病院線を本を作る時の費用とその費用対効果ということも、えー、検討していく必要がございますですねあのやはり我々です、ね、この強靭化化という視点からは、えー、いざ災害が起こった時ももちろんなんですけどやっぱりあの平時もいかに活用できるかという視点も非常にあの重要な という点で、あの有識者の皆さんからもそういった指摘があのなされているところでございまして、そういった考えをしっかり踏まえながら対応していくべきだと思いま山藤亜子さん、えー。やはり、新しく作るのに予算がかかるということであれば、古い船を回収してもいいし、とにかく知恵を出して、えー、実現をしていただきたいと、えー、お願いをする次第でございます。えー 災害対策であどうぞあの、それじゃあ、古谷大臣、あのはい、ご案内、はい、知恵をお願いいたします古谷大臣。あの今、検討会議でね、はいあの、検討してます、それで23年、24年の予算、3000万と1000万であの調査費つけましたけれどもあの、現実にですねやはり建造費の費用と導入の課題と、平時にいかに活用できるか。 っていうこの3点からなんですけどやはり、新造船を作るというのは一隻三百ぐらいかかりますので、えー、600億ですで年間の維持費百五十億円かかりますあのそういう意味ではです、ね、本当にそれを平時にも活用できるかというとなかなか、えー、難しいものがあるなとむしろ、えー、モ,ジュールモジュールのようなものを作ってです、ね、それを船に乗せていけばいざ災害が起きたらそういった取り組みもできるし平時はです、ねえー、例えば離島であるとかそういった、えー、無依存 えー、地域にですねそういったものを運んでいくことによって弾力的な対応ができるということだというふうに思いますいずれにしてもそういう形でやるで、と新造船以外でって今指摘ありましたけど、えー、例えば中古線をですねあのー まあ確保したとしても船の構造ってそれぞれの用途によって細かく変わっているんですよ実はバルクヘッド、まあ、核壁というんですけどこの作り方一つによっても相当違いますのでねですから結局、改造に相当なお金がかかってしまうっていう可能性が極めて高いんですねですからそういう意味ではやはりこうモジュールのようなものを作ってやっていくいずれにしても船を作るということが目的じゃなくてやはり このいざ災害になったときに、適切な医療を提供するということが極めて重要な目的ですから、そういう視点に立ってあの取り組んでいくべきではないかなと、私どもはそんなふうに考えていますはい三藤亜希子さん。 あの自衛隊としましては、えー、手術施設がある医療機能を含む艦隊、えー、を十二席保有しておりますのでこれもしっかり活用していきたいと思いますはい三藤さんはい三藤さん、はい、まあ今日本の外交防衛経済はあ尖閣や TPP などの問題を抱えております強い国を作るためには今まで以上に強く日本の立場を主張していくことが重要だと思います かつて英国で9年間首相を務め、248年前に死去したパーマストンはこのように言っております、永遠の同盟国も、永遠の敵国も存在しない、永遠なのは国益だけである、安倍総理も日本のリーダーとして、永遠なる国益を守り抜いていただきたいと思います、頑張ってください。終わります、ね 以上で三党亜子さんの質疑は終了いたしました。